東京株式市場は今日が今年最後の取引です。アメリカの株価の影響で急落した日本株はいくらで取引を終えるのでしょうか。中継です。はい、大納会を前に2万円の大台を守りきれるのか、市場は固唾を飲んで見守っています。日経平均株価は昨日より94円安い1万9982円で午前の取引を終えています。年間ベースでは7年ぶりの下落となりそうです。今年1年東京市場はアメリカに振り回されました。2万3000円を超えて始まった株価は2月に長期金利の上昇でアメリカで株価が暴落すると引きずられて急落。その後アメリカと中国の貿易摩擦や世界経済の先行きへの不安感が市場を覆い、2万3000円の天井を抜けられない時期が続きました。秋口になると米中が歩み寄るとの期待感から2万4000円を突破し、バブル崩壊後の最高値圏で推移した時期もありました。しかし根本的な先行き不透明感は消えずに急落、ついに2万円の大台を割り込んでいます。来年国内では選挙や改元といった株価にはプラスのイベントがあるものの、市場関係者からはトランプ大統領や中国に左右されるという流れは変わらないという声も出ています。来年はイノシシ年、イノシシは実は注意深い性格と言われ、市場も引き続きアメリカに神経を尖らせることになりそうです。